この3月にですね、弊社のエコ&システムパックという商品がリニューアル発売するにあたって、商品自体がやはり環境に優しいですとか、持続可能な社会を作りたいという思いから、環境に優しい製品という形で生まれ変わってますので、そのちょうど震災から1年経った時だったので、やはり東北の支援をしたいというふうに考えまして、まあ、カートリッジの方を作っている突破印刷さんと共同しまして、販売本数1本にあたり10円をですね、まあ、皆さん消費者の方から集めまして、それを寄付金としてまずは復興支援に役立てたいと思ってました。弊社の賢人コミというサイトからですね、消費者の方からどんな復興支援をしてほしいですとか、現地の方がどんなものが必要だとか、そういった声を集めまして、その結果ですね、こういった子供が遊べる広場とか、大人が集めるコミュニティスペース、こういったものは必要と声が多かったものですから、今回コンセプトとしましては、自然と人が触れ合える広場作りという点で今回復興支援をさせていただいています。相模公園で、過去、みんな京極さんがイベントをされているということをダイバーシティ研究所の田村さんから聞きまして、今後の展開としてこの公園を常設の遊び場にしたいという声が上がっているという話を伺いましたので、それでしたら我々の思いとも全く合致する話だと思いましたので、今回この支援をさせていただくという形にさせていただいています。ダイバーシティ研究所の田村です。いろんな人のいろんな多様性に配慮した社会を作るということを目的にした仕事をしています。で、被災地でも、いろんな人が被災地で暮らしています。で、そういういろんな人たち一人一人を大切にした復興を、成し遂げるために何が必要かということに日々取り組んでおりますけど、阪神淡路大震災の時、私は地元におりまして、外部からいろんな支援もあったんですが、やっぱり復興というのは地元の人たちで成し遂げていかないといけないなという思いを持ってます。で、それはもう神戸の時の経験ですね。いろんな人が復興に関わるということはすごく大事です。誰かに任せておいて復興というのはないので、いろんな人がそれぞれできることをしっかりやる、そういう復興が行われるにはどうしたらいいのかということですね。それはやっぱ常々考えたいし、だから復興って多分終わりがない、永遠にプロセスなので、本当に終わりのない、活動になると思うんですけど、それぞれのプロセスでそれぞれの人が思っていることを大事にしたいことっていうのをきちっと、語り合えるような、そういう復興になってほしいなというふうに思います。